本代表、サッカー界の大谷翔平級スターを調査した結果、日本のスポーツ界に現れたスターといえば、野球の大谷翔平、米 MLB ロサンゼルスドジャースだろう。昨年の WBC、ワールドベースボールクラシックで優勝を果たした代表の立役者でもあるが、今回はそんな日本のサッカー界の大谷級のスターを探る、フットボールゾーンは読者へアンケートを実施した。1位、遠藤航る、37.2%。2位、久保建英、17.6%。3位、三笘薫、16.6%。他に現役選手では、南野拓実、伊東純也、冨安健洋ら欧州組の選手の名前も、現在は J1 のセレッソ大阪でプレーする元日本代表ミッドフィルダー香川真司などにも票が入っている。引退選手では中村俊輔氏、中田秀俊氏を挙げる意見もあり、その偉大さが伺える。一方で、大谷級の選手はまだいない、と主張する声もあり、様々な見解がアンケートを通して広がっていた。大谷級がどの程度のことを指し示しているのかわからないけれども、現状日本人現役アスリートの中で最も世界で名を馳せているのは遠藤だと思う。正直、世界的な知名度だけで言えばプレミアやリーガで名の知れている遠藤、冨安、三笘、久保の方が大谷よりずっと上だよ。さすがにサッカーと野球じゃ競技人口が違いすぎる。知名度という点ならば大谷はその3人の誰一人にも勝てないよ。競技人口が違いすぎるし、やってることがそもそも比較できないからどういう意味合いなのかはわからないけどね。結論的に言えば遠藤も大谷もすごいで終わるんだけど、金はともかくスポーツとしての規模が違うから比較は無理だろうが、仮に例えるなら野球の大谷翔平はサッカーならメッシ、クリロナ級だぞ。さすがに現在の日本人サッカー選手で比較するのは無理だ。しょうもない記事、サッカーと野球を比べてもこんなアホらしいアンケートを取って答えるやついるのか。競技人口が違いすぎるスポーツ同士で比べるのはナンセンスでは？チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。